金縛りに合うんだよ。動けよ、持ってかれた、返してくれよ。キクゼ、やっていきまーす。意外とうまくないか。夏のうちにホラーゲームを一個やってきたいんだよな。ホラーゲームおすすめないの？一人暮らしを始めてから頑なに避け続けていたホラーゲーム。あ、これ最近出たやつでしょ？これ。やばそう！やばそう！ちょっと待って、やばそうすぎない？My mind. I cannot trust anyone, not even Albert. If you are listening to this, Blue Knees is real. Murida! Right behind me. Yabba!これは相当だね。かなりえげつないな、これ。これやるか、じゃあ。もう本当に、ホラゲーをしなかった理由ってのが、一人暮らしになったからだね。俺がギリギリ、ホラゲーができてたのは、実家暮らしで、リビングにパソコンがあったからなんだよね。俺、ここに来てから2年ちょっとぐらい経つけど、もうなんか話題にも出さないようにしてたし、ホラーゲームって。やりたくなさすぎて。久々に夏やってみようかなっていう。あと何があんの？アット・デッド・オブ・ナイト。聞いたことないね。Good, I'm checking my. So follow the compass. Here we go, here we go, let's go, let's go. Oh, bro, oh, he's right there, go, 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 go. Then I want you guys to let me know. Oh my god! 何これ？変わってるね。マジでクリアできてよかったです。今までやってきたホラーゲーの中で、ダントツで1位です。各怖さで。日本語対応していないからストーリーレビューはできませんが、雰囲気だけでも楽しめます。ホラーゲー好きな人はこれをやってみることをお勧めします。怖すぎなので私は二度とやりません。各褒め言葉。単純になんかゲームとしておもろそうだね。なんか普通、斬新だわ。人の怖さだね。なんか怪物とかじゃなくて。この二つのどっちか良さそう。アットデッドオブナイト。ブックマーク。ゲームじゃなくてリアルで肝試ししてくれ。リアルの肝試しはマジでしないね。本当にごめんだけど。あ、マジで本当にしないと思う。無理なんだよね。俺が富士急に行かない理由は、戦慄迷宮があるから行かないんだよね。あれがネック。マジで。なんかあのアトラクションって怖すぎてさ、途中脱落エリアみたいなのが何個もあって、チケット売り場みたいなところでさ、買えるんでしょ？怖さレベルを下げる、なんか、マークみたいなのも買えるんだべ？なんか課金アイテムを買うと、お化け役の人が追ってこなくなったりするらしい。そんなんを用意するぐらい怖いんけっていう。俺、戦慄迷宮がダメで富士急はいけん。心霊スポットだなぁ。俺ネタじゃなくなっちゃうからなぁ。マジな話をすると、とある4人で行ったさ、キャンプあったじゃん。あれの夜も若干怖かった俺。物とか取りに行くとき。それは怖いやろ。田舎であればあるほどクレーンだから。友達が近くにいるっていうのを考えても怖いわ。シチュエーションが怖いわ。友達とキャンプに行って。なんか物を取りに行くっていうシチュエーションが。怖い話なんて思ってないよ。なんか怖いと思うシチュエーションからすげえ避けて生きてきたから。心霊的な体験にもあったことないし。でも無理なんだよね。中学の時に友達ん家で見た、呪怨の2で、もうそれで俺もう全てがダメになっちゃった。
海外のホラー映画とか比になんないんだわ、呪怨って。もうそれでトラウマになっちゃったね。で、あの映画怖いのがさ、なんか家の中に入りますよって言って引きの絵があったりするんじゃん。家の引きの絵があって、そこに人が入っていくみたいな。で、海外の映画なら、なんかそこで2階からその入っていく主人公たちを見てるみたいな絵があるじゃん。その絵にズームしたりするんだよ。でもジオンってしないの。引きの絵のまんま、すっごいちっちゃい、なんかアハ体験みたいな、そこでチラッと見て、ピュッてなくなって。怖そうなシチュエーション。え、今見てたよな。え、ちょっと待って、見てたって、お前なんで気づかねえんだよみたいな。撮り方がマジでエグい、ジオンは。あ、そうだ。配信でたまに、民罪の話をたまにするからさ、DM とかでも民罪の質問が来るんだよね。結構やっぱり、インターネットやってる人って睡眠障害に入ってる人多い？どう？君たち眠れてる？眠り浅いなって普段から感じてる人いる？快眠、羨ましいね。まあ浅い人は民剤もらってみると楽かもしんない。俺が前もらってた時ってすごい良くない薬があったけど、最近新しい薬が結構出てきて、そこら辺飲むようになってから俺安定したから、 3,4 年前ぐらいから俺民剤ちまちま飲んでて、の生活習慣バラバラになったりで、次の日なんか例えば昼に案件が入ってたり、次の日なんか撮影があったりとかした時に民剤で生活習慣を強引に整えるしかないからさ、俺は今デイビゴってやつ飲んでるね。薬ってね、病院によって本当に適当に渡してくから、自分で調べた方がいいよ。特にお医者さんが週によって変わるところとか、いい病院じゃない可能性の方が高い。自分から聞かないと、まあ自分から聞かないとって普通なんだけど、最小限の助言もしてくれないお医者さんってたくさんいるから。俺が前使ってたフルニトラゼパムっていう薬は、ある層にはレイプドラッグって言われてて、マジで健忘入るのよ。飲むと寝る前の 1,2 時間記憶がなくなって、飲んだ後次の日その薬が残るんだけど、長いと3時間ぐらいなんかぼーっとして記憶がないので、そういうのが本当に犯罪に使われるから、そういう薬って水の中にポチャンと落とすと青くなるんだよね。女の子リスナーいますか？ 50% の女の子リスナー皆さん、男と飲みに行った時に青いドリンクは飲まないように。わかりましたか？青いドリンクを飲むと、そういう可能性が少しでもあるから。で、そういうお薬とかも中毒性があるとか、まあ、教えてくれないお医者さんとか結構いるから、俺が飲んでるデイビゴってやつは中毒性もほぼなくて、かなり安定した民剤だから安心して飲めてるんだけど、副作用とかもやっぱあるからね、それでも。あのね、金縛りに合うんだよ。あのね、金縛りに合うの。俺の場合の副作用ね。多分脳みそを強引に眠らせようとしてるから、体と脳みそがリンクしてないんだろうね。あのね、金縛りって怖くてさ、怖いのよ。なんか、脳みそは起きてるんだけど、体は眠ってる状態だっけ？逆だっけ？なんか、起きてるし、目とかもほんと少しだけ開くんだけど、起きようとしても、体が動かないの。で、なんかもうすっごい寂しい気持ちになって、でも家一人じゃん？どうしようってなって、あー俺この悲しみから抜け出してってなって、頭の中あとね、動けよー、持ってかれた、返してくれよー、うわーって、いや、抗うんだけど、で、実際の俺の寝てるところね。頭の中、うわーやくっそー動け、次右から集中、右手だぞ、上げろ上げろ上げろ、現実。今なんかうわーってやるんだけど、でってやるんだけど、で、ある一定のとこまで行くと、パンってそのなんかね、壁を抜けるわけ。そうするとジューって現実の方でもバーンって上がるんだよね、手がズバーンって上がって、それで起き上がるの、勝利のポーズで。これマジなの？これマジ？金縛りってこんな感覚で、それが頻繁に起こってて、最近それもなくなってきたかな。あ、そういう人それぞれの副作用みたいのがあるから、先生と相談してもらった方がいいね。
適当な病院とか行ったとしても、何か心配なことをスマートフォンで調べて、もう薬とかちゃんと名前打てば調べたら出てくるし、副作用のパーセンテージとかも出るわけ。で、この副作用心配なんですけど、とかね、副作用出ないようにしたらするにはどうすればいいですかとか、自分で調べていった方がいい。そのもらいたい薬があったとしたら絶対に。健忘はマジで怖いからね。前アマゾンでさ、なんか俺知らないうちにすっげえでかい段ボールでなんか届いたの。何これ、なんか欲しいもの人みたいなのくれたんかなと思ったら、全部俺が買ってんのね。記憶ないの、買った記憶ないの、自分が買ってんので。しかも確かね、それ配信でも言ったよな、 2年ぐらい前かな。変なツイートもしてたよ。もうそれは覚えてないわ。気をつけてくださいね。それこそもしかしたらドラマブレイキングバッド俺おすすめしたじゃない、そういう気が起きちゃう人がいるかもしれないからね。気をつけろよ、今時の作品そういうお薬がいい風に映ってる作品多いから。ブレイキングバッドとかあれマジでちょっと良くないよな、逆にいい映り方しすぎてるんだよな。うわぁ聞くぜ、うわぁうーんとかやってるからさ、え、そんなにいいんですか。慣れてねえよ、ふざけんな、ふざけるな。